アンソニー・タウンズは、オーストラリア出身のコンピュータープログラマ、メルボルン生まれ、長年デビアンのリリースマネージャー、フトップマスターチームメンバーとして携わり、後、2006年4月17日から2007年4月17日まで、デビアンプロジェクトリーダーを務めた。彼は1990年代後半に、クイーンズランド州ブリスベンに移り住んでから、 リナックス、カンフ、AU の主催組織で、アンドリュート・トリジェルなど著名なオーストラリアのフロス開発者が参加するリナックスユーザー組織、リナックスオーストラリアの初期も務め、また、クイーンズランド大学のユニックスユーザーグループハンバグのアクティブメンバーとして活動している。アンソニー・タウンズは1998年初頭にデビアンプロジェクトに参加した。彼は、 デビアンバグ追跡システム並びに、彼が作成したデビアンオペレーティングシステム上のネットワーク初期化、スクリプトアイファプダウンの改善に、多大なる貢献をしている。彼はまた、パッケージアーカイブの改善並びにリリースプロセスの策定に関しても取り組んでいる。2000年、彼は、リチャード・ブラークマンに代わって、デビアンリリースマネージャーに就任し、同年8月、無事デビアン GNU、 l i n u x 2.2リリースにこぎつけた。ジェームズ・トループにより、パッケージプールというデビアンアーカイブの新しい形成手法が取り入れられてから少し経って、同年にアンソニー・タウンズは、テスティングというデビアンパッケージのアンステーブルからのパッケージの電波の受け皿となるディストリビューションを作成した。このテスティングは、リリース前になると、パッケージのバージョンアップグレードを停止し、 リリースに障害となる重大なバグの修正に全力を注ぐため、フローズンというリリースになる。そして、RC バグズが例になると、ステーブルとして正式にリリースされる。タウンズは2002年に、デビアン GNU Linux 3.0がリリースされるまも、リリースマネージャーの地位に留まった。彼は2004年までリリースマネージャーを務め、彼が以前助力していた二人。 スティーブ・ラングセックとコリン・ワトソンに正式にその地位を譲った。この間、リリースプロセスがやや停滞し、デビアン GNU、Linux3.1 のリリース準備の完了は2005年にずれ込んだ。2004年、彼は一般決議2004から003の厳密な解釈に基づき、デビアン社会契約、デビアンフリーソフトウェアガイドラインの適用範囲を文書、 ファームウェア、画像などデビアンに含まれるあらゆるものに拡大する旨の議決を提起した。後に、この提起内容を含む一般決議2004から004が提出されたが、デビアン開発者の大多数はサージリリース後まで議決延期とする案に投票した。このことは様々な問題を提起している。詳細はデビアンフリーソフトウェアガイドラインソフトウェア以外の内容を見よ。 彼は2005年のデビアンプロジェクトリーダー選挙に出馬したが、有効23秒差でブランデン・ロビンソンに敗北した。彼は2006年にも再度出馬し、2006年4月9日に新しいデビアンプロジェクトリーダーに選出された。彼の任期は2006年4月19日より開始している。タウンズは d p l 選挙にてプロジェクト史上2番目の僅差で選出された。 開発者であった。そして彼はプロジェクト史上初のプロジェクトリーダー解任動議に在任中に直面することとなる。またこれもプロジェクト史上初だがデビアン開発者による DPL の再承認に関しても発議されている。ヨーロッパにおいて開催されるデビアンに関する非常に多くの作業のためタウンズはデビアンセカンドインチャージという役職を設けた。 これは議論のリード、開発者の支援を行うため、彼よりもむしろプロジェクトを代表する、時点のリーダー候補が最適であると位置づけており、スティーブ・マッキンタイヤーが就任した。2006年9月、デビアンの次期バージョンエッジを予定通り2006年12月4日にリリースさせるための資金調達計画ダンクタンクが発表された。タウンズのダンクタンクへの関与は、ダンク、 タンクプロジェクトがデビアンプロジェクトの公式の総意ではないことを明らかにする目的で未だかつて見たことのない彼のデビアンプロジェクトの指導権剥奪を求めるほどの激しい非難を呼んだ。幾人かの開発者はこの計画に対抗し費用が支払われない作業を主体させた。この計画は実際に指導したものの期待虚しく予定であったエッジの2006年12月中の リリースは達成されず、結局2007年4月のリリースとなった。にもかかわらず、タウンズは、ダンク・タンクとの対立は、結果的にエッジリリースの品質向上につながったことを強調しており、ダンク・タンクプロジェクトの成果を肯定的に捉えている。2007年、タウンズは d p l 人気満了後、再度 d p l 選挙に出馬したが当選しなかった。これは、 プロジェクトの歴史においては、B デールが B 以来である。ありがとうございます。